昨夜、神戸市中央区内でバイクに乗った人物が歩行者らからバッグを奪うひったくり事件が相次いで発生しました警察は同一犯の可能性もあるとみて捜査しています昨日午後10時20分ごろ、神戸市中央区東通り3丁目の国道2号沿いの歩道で自転車で通行中の10代の女性が後ろから来た小型バイクに乗った人物に 自転車の前かごに入れていた現金およそ1万3000円などが入ったバッグを奪われました。女性に怪我はありませんでした。警察によりますと、中央区内では昨日午後10時20分から午後11時頃までのおよそ40分間に歩行者らがバイクに乗った人物に現金の入ったバッグを奪われるひったくりとひったくり、未遂事件が6件、相次いで発生しました。 複数の被害者が犯人は黒っぽいスクーターに乗りフルフェイスのヘルメットと黒っぽい服を着用していたと話しているということで警察は同一犯の可能性もあるとみて捜査しています。